ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がマセラティグラントゥーリズモ2015年式22000キロ、こちらの車になります。はい、参りました。何がですか？はい、ちょっともう参りました。何ですか？もう車がなんかこう、はい、最近、まあ、最近で言っていいですかね、2019年まで作られてた車なんですけど、なんかちょっとそんな感じがしない、いい意味でですよ、うん、なんかちょっとこう風格があるというか、うん、そんな感じしません？なんか大ベテランだ。確かにね、最近の車の中ではこんなロングモデルというかロングなんですか、こう生産時期がすごく長い。そう長いじゃないですか。で久しぶりですよね、10年超えですかね、はい、調べたら2007年ですか、はい、10年以上、はい、12年そうですね、生産してた車っていうことで、はい、なんかちょっともうすごく、うん、ネオクラシックとはもちろん言わないですけど、うん、なんかちょっとこう重みのある。そうですね、うん、なんだろうな。でもそのフロントのマスクとか全体的なこのデテールってあまりこう古さを感じないっていうか、ただ出た時に古典的なスポーツカーのスタイリングじゃないですか。だからあれと思う感じだったので、だから今になっても古さを感じないのかなっていう気はしますけどね、うん、そしてまたそのモデルが長かったんで、うん、まあ、何回もこう仕様変更とか、あ、そうですね、はい、マイナーチェンジも、まあ、大きいもので2回ぐらい、はい、してるんですかね。なんでここ詳しいっていう方はもう車屋さんか、もしくはもう過去所有してたとか、そういう方かなと。はいはい、で僕ちょっとこう予習しようかなと思ったんですけど、ちょっとマセラティの歴史含め深すぎて無理です、はい、ちょっといろいろ見たんですけど、ちょっと勉強しないといけないところ、拾わないといけないところ多すぎて、うん、ちょっと無理だなと。ちょっとピンポイントでしか予習してないんで、はい、まあ、ちょっとふわっとご紹介させていただいて、はい、まあ、あとはちょっと もう車結構こう中古車市場コンディションバラバラなんですか今？そうですね、荒れてる車は、ね、結構お安く出てたりするので、本当ピンキリで価格差もすごいですね、はい、もう初期のちょっとこう割とこう距離走ってる車なんかはこうこなれた金額ですけど、まあ、ちょっとこうっていうこうコンディションだったりもあると思いますんで、ある意味リスクがあったりしますので、そうですね、はい、なんでまあこの個体のどんな状態かっていうのをちょっと中心にお届けできたらいいかなと思います、はい、そして今回ちょっと予習したところでいくと、うん、車的には外観後期っていうことで、そうですね、はい、2012年にちょっとアップデートというか、はい、されてるんですね、されてます、まあ、この大きく言うとこのバンパーの衣装が、はいはい、MC バンパー風のそうですが採用されてると、もともと初代というか出始めはフォグランプが丸型のが入ってましたが、それが廃止されて、はい、でちょっとこのダクトがこう来てるやつ、そうですね、こうただ繋がってはなくて、うん、まあ、ちょっと別パーツの、はい、になってると、はい、でもこの堂々のこのマセラティも、うん、一目で分かるバックミラーで分かるデザイン、このデザインですよね。これがピニファリーナの、そうです、ね、はい、だからちょっとこう一つずつ見ていくと全部のこうラインがつながってたりとか、ちゃんとこう理由のあるこうプレスラインボディのラインなんかの、はい、車のシルエットになってるとか、なんでしょう、結構こういろいろ勉強しないと乗れないなっていうのは思いました僕。そうですか、はい、全然そうっすか、はい、なんか今時の車の期待値のまんまこの車に入っていくと、うん、こうあれこれもついてない、あれもついてないなんじゃないですか。確かにね、ここ2年3年って車の、装備ですよね、その充実ぶりって進化がすごいので、そういった意味ではちょっと、うん、で特に普通の一般的な方ですけど、はい、まあ、装備だったりだとか、うん、まあ、そういったものから入ってかれる方ってがほとんどだと思うんですよ、はい、だからそこじゃないじゃないですかこの魅力って。そうですね、この車の魅力って、はい、なんでちょっとその辺をこういろいろ分けて考えないとえってなっちゃうのなんで、うん、はい、であとは僕ちょっとその予習でこのマセラティのトライデント、これなんか由来なんかもあったりして、なんか創業の地のなんか有名な広場の、そうなんかネプチューン像、はい、なんかそこから来てるんですか。そう、はいはい、でそれもなんかその続きがあって、うん、このトライデントのこの3本の槍なんかこう創業した6人兄弟のうちの3人兄弟の
1人ずつを表してるみたいな。あ、本当かどうか分かんないですよ、はい、場合あのウィキペディアなんで。あ、なるほど、はい、でこれデザインしたのが、うん、その6人兄弟のうちの、うん、唯一その車関係に就職しなかった五男坊かなんかがデザインしたとかっていう、うん、なんかちょっとそういうこうメーカーとかその裏話とかバックボーンがあるのもなんかイタリアらしくないですか、うん、確かにそうですね。なんかそのちょっとその始まる前もカメラマンとちょっと話しましたけど、ランボルギーニなんかもなんか逸話が残ってたりするじゃないですか、はい、フェラーリとかもなんかちょっとそれもらしいなっていう、うん、はい、まあ、エンブレム一つ取ってもそういう話が、はい、あるという。そして、まあ、あとは全体的なデザインでいうとさっき土方さんもおっしゃってましたけども、もう古典的って言っちゃっていいんですかね。割と、いや、いいと思います。はい、ロングノーズ、そうですね、はい、ショートデッキという感じではないですけど、はいはい、まあ、いわゆるこうスタンダードな、スタンダードスポーツカー、そうですね、うん、なのでこれもスポーティーカーじゃなくてスポーツカーだっていうのはあのいろんなところで書いてありました。あ、そうですか、はいはい、で、あと足元なんかもこの定番というか、うん、至る所にこうトライデントが、はいはい、そうですね、デザインされてる、はい、これ日本スポークに見えますけど、うん、実はこの先っぽのこのとんがった部分があって、うん、3本 の、 3本の、はい、トライデントからヒントを得てる、うん、であとブレーキなんかも、はいはい、最初から、うん、はい、対向のシックスポットが入って、はい、で今回はこの明るめのブルーに合わせた、はいはい、ブルーになってる。そうです、はい、そしてこのフェンダーのラインもだってこの、うん、この美しいラインですよね。え、綺麗ですよね。これアリーナ店の小島店長も言ってましたけど、はい、なんかちょっとこう名車、うんうん、っていうのがなんかしっくりきません、うん、そうでしょうね、はい、まあ、これからもうどんどんなっていくんだろうなっていう。いや、間違いなくなると思います、はいはい、あと特徴的なこのダクト、うん、この辺なんかもついてて、はいはい、みんな大好きフィニンファリー、みんな大好き、はい、フィニンファリーナのです、ね、はい、エンブレム入ってると。であと車のボディ自体はなんかこの時代のクワトロポルテベースらしいですね、はい、そうです、基本クワトロベー、はい、クワトロポルテベースですね。で、前の方って言ったら変な言い方ですけど、そのグランスポーツから比べてかなりやっぱり大型化されて30ミリぐらいあの延長されてて、まあ、メーカー有利は大人4人も乗れるよっていう言い方をしていました。あとはその、まあ、グレード的にこれはスポーツの方なので、はいはい、まあ、細かく言うとどうなんだろうな、中期っていう言い方もするかもしれないんですけど、一応馬力的にも460馬力ありますし、はい、まあ、大型のクーペの割には乗りやすいですね。なるほど、うん、そして、まあ、その流れるようなデザインから、うん、はい、リアも同じトライデントので、これが結構こう前後でタイヤサイズ違うんですね。そうです、同じ 3号扁平ですけれども、そう、はい、でフロントが245号でリアが285号だったかな、ちょっと待って、もう一回見ていいですか、ね、そうですね、245、3号、20でリアが285号だったと思います。285、はい、3号、20こんなのが装着されて、はい、でリアもしっかりキャリパーペイントされてて、そうなんですよ、はい、対向ポポット、これ形的にブレンボですかね、うん、はい、はい、だと思います。ブレンボのロータスキャリパーかなんか多分、あ、そうですね、はい、はい、じゃないかなと思います、うん、こんな感じだと。であと足回りが、中期からスカイフックが標準ということで、はい、そうです、はい、うん、でスカイフックっていうのが、うん、なんかこのバネ上をなんかこう、うん、ぶら下げた状態というか、はいはい、もう荷重かけない状態で、うん、こう地面にこう追従させる、うん、そういうイメージの、うん、なんかスカイフック理論、なるほど、そこから来てるらしいですよね、はあ、そうするとまあ確かにこう荷重かかってないんで、うん、こう完璧にこう路面を追従できる、なるほど、はい、それを電気的になんかその減衰調整して、はい、まあ、やってるという、うん、はい、だこれはこれで、うん、まあ、あとは乗り味の好みとかあると思うんで、まあ、そうですね、はいはい、まあ、ちょっと乗っていただく機会があるんであれば、うん、はい、こんなのもいいんじゃないかなと思います、はい、そして、まあ、しっかりエンブレム入ってたりとか、はい、この辺も結構塗ったりとか、うんうん、この中のビルだけ変えたりとか、ありますね、はい、まあ、いろいろされる方も、うん、まあ、楽しんでいただけるんじゃないでしょうか、はい、あとこのフェンダーのラインとかいいですよね。いや、いいですね。フロントもそうなんですけど、リアもこう全部つながってんすよ。そうだからね、古典的なその2ドアのスポーツクーペっていうんですかね、オーソドックスは出ないかもしれないですけど、やっぱりこの辺ってジャガーの F タイプとかもそうじゃないですか。しっかりフェンダーのこう抑揚がついてるっていうか、膨らみが分かる車って古典的かもしれないですけど、結構こう攻めたデザインで、僕は個人的にはすごく好きです。
ちょっとクラシカルな雰囲気も感じますよね。そう、あります。柔らかいデザインでこうフェンダーがこうモリってこう、はい、マッシブにこう出てる感じ。そうですね、はい、この辺なんかもやっぱりちょっと魅力の一つかなと、はいはい、続いてじゃあリア周りを、リアも これです、うん、これダクテルになってます。ダクテルです、はい。そしてテールランプは正直時代を感じてしまいます。そうですね、はい、今結構 LED とかキラキラしてるん で、はい、で後期でちょっとデザイン違いますよね。確かに変わりましたね、はい、でおおよそのこのシルエットというかは一緒なんですよね、うん、一緒です。だちょっとこれ本当に2019年まで、うん、はい、これでしたっけっていうぐらいちょっとベースのところはデザインはちょっと時代を感じてしまうところなんですけど、はい、でもこれが継承されて今のそのギブリとかにも、うん、なんていうんですか、こう周りがこうそうなんですよね。そう、はい、そうなんですよ。だしっかりこう受け継がれているというか、うん、もう全く違うもので次になっていくんじゃなくて、はい、なんかその辺もマセラティらしいというか、うん、そういうのをちょっと感じると、はい、だとバンパーがこんな感じ、ここがパンツ屋ですかね、はい、サテンのブラックになってて、はい、デカめの、はい、これが中が2つに分かれてるんですか、はい、一応これ分かれてます、はい、バルブがついてるんですかね。そうです、バルブ好きですね、はい、これね、こんな感じになってくると、はい、あとちょっとこのテンションのまんまトランク開けていいですか、うん、はい、はい、このトランクも、うん、はい、分かります、はい、はい、うん、重たいんです、はい、はい、これもちょっとこの今こうシューっていう、そうですね、下手したらこう電動だったりとかしますけど、はい、うん、ここもだから味と思って、そうですね、うん、だとよく見るとここがこれなんですよ。そう、もうないですよね。ないですよね、はい、ほとんど。でこれ僕全然気にしたことなかったんですけど、結構そのトランクの ここの開口部、うん、でこれじゃないとっていう方もいらっしゃるみたいですね、はい、車特にセダンとか、はいはい、でも今時これってあんまりないじゃないですか。ないです、はい、ただちょっとこれでも割と開口部広く取れてるんです、うん、いいとこかなと、うん、ただ肝心のトランクの容量は、はい、決して褒められた、そうですね、はい、はい、容量じゃないかなと、うん、で今回の車は車外のナビゲーションに交換されている関係ですかね、はい、デッキ外せないんですよね。デッキ外せません、はいはい、なんで、まあ、純正デッキトランクに移植して、うん、まあ、この後見ていただきますけれども、中には車外のデッキがついていると、で使い勝手よくなってる、はい、はい、結局外しちゃうとエラーが出ちゃったりとか、そうです、はいはい、ってことですよね、うん、はい、だとでもこういうとことかさすがイタリア車だと思うんですよ、うん、ドイツ車だと結構な金額の買ってもここ鉄板剥き出しだったりするじゃないですか。そう、はい、これはでいいですよね。そうなんですよ、やっぱりね。だこの辺やっぱりイギリス車とかイタリア車とか、そうちゃんと作り込みしてるなっていう感じはします、うん、そしてこの下が、はい、うん、一応パンク修理キットと、はいはい、バッテリーメンテナーと、そうですね、はい、これがつな、うん、ぐの大変なのでもつないだんですよね。そうです、はいはい、この先のバッテリーにつな、はい、うん、いだると、はい、の感じになっております、うん、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。このグリップのここを握る感じなんですね。はい、そうです、はい、でこうもう握ればスッと開くっていう感じで、はい、そうです。でこのでかいドアを開けると中がこう味があるって言えばいいんですか。味ですね、はい、なんかこうちょっとこうクラシカルな感じを僕感じます、うん、なんかでも私が思うのをなんとなく当時最初に見た時もなんとなくこうクラシカルというか、そんなイメージが、アナログ的なイメージがすごく ありました。あ、マセラティだなっていう感じが。じゃあ結構こうスタートの時から先進的なこうちょっとこう一歩進んだデザインじゃなくて、うん、ある種こう伝統的なこうものを受け継いでのデザインなんですかね、うん、そうですね、はい、そういう感じがします。なんかこうシートだったり、うん、シートの形状もなんか中期から形変わってるんですよね。変わってます、はい、で後ろの席のスペースがちょっと拡大されてたりとか、はい、で全体的にこのレザーの質感とかはちょっとなんかこう割としっかりめの、はい、なんかイタリア車らしいというか。そうですね、はい、これもグレードによってなんですけど、これはスポーツグレードとしてはスポーツじゃないですか。でそのベースグレードとかですと、あとはそのミッション、これオートマなんですけど MC シフトだったりするとハーフレザーだったりとか、あとはドアパネルとかダッシュパネルが合皮になっちゃうんですよ。そうするとちょっと縮んでたりとか、そういうのもやっぱり中古車もし見るんであれば選ぶ段階で皆さん気にしてみた方がいいかなと思いますね。なるほど、うん、ちょっとドアから見てみましょうか。
全部レザーなんですね。そうなんですよ、この辺が、はい、しっかりレザーになっているんですね。でこの下側もすからね、これそうですね、繋がってて、うん、はい、でこう今時ってこう全部だいたい3ピースぐらいのパーツ構成ですけど、はい、そうですね、はい、ちょっとクラシカルな、はい、そしてこのあくびの高いプロテイン塗装が、はいはい、これはまあ、イタリアならではというか、ね、はい、ただ、うん、まだ大丈夫ですね、まだ大丈夫なんです、はいはい、これもでもずっと本当に、乗っていくんであれば、うん、まあ、ちょっと一回手を入れる必要がそうですね、いずれのか出てくるかなという、うん、はい、はい、ちょっと乗ってみましょうか、ちょっと、はいはいはい、もうクーペで開口部がでかいんで、うん、めちゃめちゃ乗りやすいです、乗りやすいですね、はい、そしてもうちょっとシートは割と大きいというか、うん、はいはい、ゆったりした感じ、ただ、うん、結構クッション固めですね、固めですね、意外とね、はい、サイドもしっかりしてます、で調整は、はい、そんなに細かくできる感じではないですけど、うん、一応フル電動でメモリー付き、はい、うん、はい、こんな感じのシートになっております、はい、そしてマセラティ全般ちょっとハンドル大きいイメージなんですけど、あ、そうですか、これもちょっと、まあ、エアバッグここがでかいからですかね、うん、そうかもしれない、僕いつも乗ると、うん、マセちょっとハンドルでかいなって、うん、あとはパドルがでかいからですね、パドルでかいですね、はい、はい、ちょっとそれを感じます、そうです、はい、で、まあ、多少使用感ありますけれども、はい、まあ、全体的には、うん、はい、綺麗なステアリング、はい、そしてまたここから下が、うん、こうベージュで、はい、ここから上がブラウン、そうですね、あんまりこう明るすぎるとこう視界に入っちゃいますから ね、はい、うん、視界に入るところは割と落ち着いた色で、はい、なっております、うん、で便利装備、こう最近こうハンドルもえらいこっちゃになってるじゃないですか、うん、確かに、はい、冷静に考えたらこれでいいかもしれないですね、むしろこれでも多いぐらいかもしれないですね、はい、はい、うん、こんな感じの、そして先ほどちょっと触れたパドル、うんうん、操作感がやっぱりこう独特なカチッカチッっていう、はい、うん、でこうステアリングについてこないタイプの、そうです、はい、パドルになっております、うん、でそのプロテイン塗装がこの辺なんかもしてあるんで、うん、はい、まあ、まだまだ大丈夫かなと、うん、大丈夫ですね、はい、うん、でこの辺なんかも、はい、はい、この感じ、うん、でだからもう本当になんか冷静に考えると、うん、今時の車って装備つきすぎてますね、いやそう、何でもありですよね、はい、いろんなものついてる、ステアリングのスイッチも情報量も、あの目で見た情報も多すぎるって言ったら変ですけど、ちょっと忙しいなっていう気はします、もうサポート系ももう当たり前のようについてるじゃないですか、うん、そうですね、はい、コンパクトカーとかでも、はい、こう潔く、うん、まあ、何にもないとは言わないですけど、はい、ほぼない、そうですね、 ACC もないし、はい、ブラインドもないし、うん、はい、もう自分でこう感じて乗るんだぞと、そうです、はいはい、そしてメーターはこのアナログのちょっとブルーなんですかね、はい、文字盤がブルーです、こんな感じのメーターになっております、はい、でメーターフードもちょっとクラシカルな、うん、はい、感じです、うん、そして全部レザーですもんね、はい、でこれがなんかスイスのなんかラサールっていうメーカーの時計、うん、こういう形の時計が昔のマセラティ本当についてたらしいんですよ、はい、でそれが、そのメーカーの時計じゃないんですけど、うん、をモチーフにした形のやつで復活してるらしいです、なるほど、確かにこれみんなこの形の、うん、はい、時計ついてますよね、はい、はい、ついてます、そして先ほどちょっと触れた、うん、このデカナビが、うん、ちょっと正直言うと、うん、インテリアのイメージと、うんうん、ちょっとこう急にここに現代の装備が、うん、ドンってね、はい、来ましたけど、はい、まあ、使い勝手はいいのかなと、いやめちゃめちゃいいですよ、もともとがお世辞にもいいと言えないんで、まあ、車のインテリアのイメージから言うと、うん、そっちが合ってるかもしれないですけど、まあそうですね、はい、まあ、一応、うん、アルバインのナビがこんな感じで、はい、うん、でかいっすね、でかいです、はい、しましてください、はい、こんな感じで、うんうん、だ日常使いも、はい、はい、全く問題ないと、そうですね、はい、全然問題ないです、で AV 関係も Bluetooth からみんな使えます、はい、はいはい、そしてエアコンはもう、うん、最近もう全部デジタルじゃないですか、うん、それがこの分かりやすい、うん、こんな感じのなっております、はい、あとはシフトは今回のは普通の、うん、はい、はい、MC オートシフトと呼ばれているものです、はい、ボタンじゃない方ってことですね、そうです、はい、ボタンの方はちょっと作法が必要なんですか、そうです、あれはもう何ですか、2ペダル、はい、マニュアルですね、はい、フェラーリの
そうですね、あれと一緒なんで、はい、ちょっと作法が必要ですけど、はい、これだったらもうガンガン毎日、うん、はい、普通に乗っていただけます、乗っていただけるんじゃないかな、はい、であとドリンクホルダーと、うん、ここが、はいはい、ちょっとパカッと開いてこんな感じになっております、うん、ちょっとところどころこうウッドも使われたりとか、そうですね、はい、そしてペダルは、うん、そんなに違和感ないです、うん、はい、少しこうなってるかなっていう気がしますけど、はい、ブレーキペダルなんかちょっとこっちに寄ってる気がしますけど、うん、はい、でこのかなり大きいオルガンタイプの、そうですね、はい、うん、ペダル、これもちょっとらしくていいんじゃないかなって、うん、であとは屋根はベージュ、はいはい、バイザーなんかも、はいはい、ベージュのファブリックのタイプ、はい、はい、綺麗です、これもだからこれでいいんですよ、はい、ね、はい、なんかいいじゃないですか、はい、ノスタルジックな感じで、はい、最近みんな LED とか使ってそうですね、はい、で今回の車はレーダー探知機と、うん、はいはい、ドライブレコーダーもしっかりついてますと、はいはい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。あんまりでも後ろに人乗せる車ではないですね。そうですね、はいはい、車の性質上、はい、でこれ倒してもらうとそのまま前に、うん、だって後ろも全部このステッチが入ってレザーですからね、はい、そしてちょっと乗ってみたいと思います、うん、よいしょ。あ、後ろクッションだいぶ柔らかいですね、はい、ただあのお世辞にも、はい、変えて人は言えない、はい、ただデブの僕が座ると椅子がちっちゃいです、はい、幅も、はいはい、椅子ちっちゃいですよね。ちっちゃいです、うん、そしてちょっと戻してみましょうか、はい、シートが2センチぐらいなんか中期以降はスペースがいいみたいです、うんうん、ちょっと危ない、ちょうど本当につくかつかないかぐらい、はいはい、まあ、なんとかって感じですね。そうですね、はい、で上もこのぐらいでしょう、うん、ちょうど僕175で髪の毛がルーフにつくかつかないかぐらいなんで、はい、まあ、ちょっと大人長時間厳しいかなと。そうですね、ちょっとでエアコンの吹き出しとか、うん、はい、ドリンクホルダーなんかついてるんで、はい、まあ、緊急時には使っていただけるんじゃないかなと思います、うん、はい、あ、これしっかり、うん、コートフックもそう、うん、なんかこの辺ちょっとイタリア車ですね、やっぱり、うん、はい、ついてると、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンルームが一応中期以降は馬力がアップしてて、そうですね、はい、460馬力、はい、デッドゾーンが7500回転から以上ということで、うん、はい、でこれが、まあ、いわゆるこうフェラーリ製、はい、ただ全く一緒じゃないんですよね。全く一緒じゃないです。クランクなんかが、腰下が結構改良されてるんでしたっけ。確かね、フェラーリに積まれてるのがシングルプレーンかな、うん、はい、あ、フラットプレーン、はい、フェラーリに積まれてるのがフラットプレーンで、うん、他のものに流用されてるのはクロスプレーンっていう、うん、ちょっとあのクランクがこう十字になってるか、うん、フラットになってるかのちょっと違いなんかもあったり。ただ音はやっぱりめちゃめちゃいいですね。めちゃめちゃいいですね、はい、ゾクゾクってする、うん、当然そのベースとなっているエンジンとかは430の時代だったりするじゃないですか。あの辺のこう年式のフェラーリとかよりももしかするとこっちマフラー変えたした時も音いいんじゃないのっていう方もいらっしゃるぐらい音はいいですね。あとはそのマフラーの長さは取れますからね。そうなんですよ、はい、ね、だからその分こうある程度音を変化をつけられるというか、筒のその反響音だったりとかっていうのもあるんで、はい、そうですね、まあ、結構同じエンジンでも違う音したりだとか、うん、はい、まあ、この辺もかなり魅力、うん、で今特にその人工的な音でカバーしたりとか、そうですね、そのエンジンの音のその吸気の方の音を混ぜたりとかしていろいろ試行錯誤してるじゃないですか。で僕もこう人間アップデートしてて、それもいいものとして受け入れていかないとダメだなと思ってたんですけど、うん、やっぱりこういうのを聞いちゃうと、うん、もう続々ってこう分かります、こう鳥肌が立つ感じ、やっぱりちょっと NA 大排気量、うん、はい、ちょっとこう甲高いエンジンの音っていいなって、いいですね、ちょっと再確認しますよね、うん、で細かいところ見てってもこう全部カバーで覆われてたりとか、うん、あとはここですよ、インシュレーターもこのデカさですよ、ね、デカさ、はい、最近もう本当なかなかないすよ、申し訳ない程度にこうついてたりついてなかったりっていうのが多いですからね、うん、やっぱり僕らみたいな年寄りからするとね、やっぱりマセラティってもうこう歴史のあるスポーツカーブランドメーカーじゃないですか。でもグランツーリーズももしかりやっぱりこう徹底的に重量配分にまでこだわっているので、エンジンもめり込んでますからね完全に。
じゃあ基本的に50対50に近いんですよね。かなり近いです、MC オートの方でだいたい49対51と言われてます。で、MC オートシフトでね、で MC シフトの方でだいたい書いてあるものによって違うんですけど、47から53とか48から52とか、ミッションの位置がそう、そうです、トランスアクセルになっているので、はい、MC シフトの方はで、こちらはオートなのでエンジンのすぐ後ろにオートマートランスミッションがありますので、まあ、どっちもどっち、ね、悪いわけじゃないのでいいと思いますね。でもパッと見の外見からすると、うん、もう明らかにフロントヘビーだろうっていう、こうシルエットじゃないですか。そうですね、それでそこまでやってあるって割とすごいですよね。あと相当すごいと思いますね、はい、うん、ちょっとこの辺も乗ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ続いて先頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、行きましょう。ちょっとですね、うん、撮影の裏側の話になっちゃうんであれなんですけど、何でしょう、車の外装の紹介とこの試乗の間がちょっと時間空いてるじゃないですか。はい、で僕その間の間時間に、うん、この車ちょっとそのどうやって伝えるといいのかなと、うん、はい、はあ、この車って何なんだろうってよくちょっと考えたんですよ夜、はい、思ったんですけど、はい、なんかその機能がとかデザインがとか、うん、なんかもうそういうのを語るのはナンセンスですね。あ、そうなんですか。はい、僕は散々その車の置きの紹介の時、うん、いや機能少なめでデザインちょっとクラシックな感じでって、うん、散々言っといてなんですけど、はい、そこを触れるのはナンセンスですね、うん、だからもう究極言ったらこれって、うん、なんかマセラッティってい う, こうブランドを、うん、なんかこう楽しむ、うんうん、この世界観を楽しむ車だなっていう、そこに尽きるなって思いました、うん、そうじゃないですか。なんかこういやその通りだと思うよ、はい、うん、それでいいんだと思うよマセラティは。てかやっぱりこうマセラティって、はい、なんて言うんですか、めんどくさいことを言うんであればいろいろなメーカーにいろいろな経済状況に翻弄されてるメーカーと言っても過言ではないかもしれないです僕は。なんか歴史見たらもう創業時から結構こ う, そうドタバタじゃないですけど、まあ、そういうふうにまとめてあるのかもしれないですけど、そういう話を、まあうね、はい、はい、やっぱりこう親会社が変わったりとか、まあ、そこに翻弄されつつその中で開発できるものを開発したりとか、車のデザイン機能性の方向性とかがちょっと変わっちゃったりとか、人によってはブレてるって思われるかもしれないですよ。ミトシップね、昔スーパーカーブームの時にミトシップボーラがあったりメラクがあったりとかカムシンがあったりとか、古い方は知ってると思うんですけど、そういう時代の流れからするとなんとなくねフェラーリから逆にこう供給されたエンジンみたいに、マセラティこの感じみたいに僕は思っちゃったんで昔。なるほど、うん、でもなんかこう独特の味はあると思います。そうですね、この世界観は他にないですよね。だからない、だから逆にちょっとこの機能があるない、うーん、ちょっとデザイン独特なの、うーんって感じなんですけど、はい、もうこれはこういうもんだと、はい、はい、ってなるとなんか全部納得だなっていうですね、はい、そしてここですね。ちょっとじゃあ、はい、おーおお、怒涛の、そう、ただなんていうんですか、
全部正直にレビューすると、はい、音の方が若干早いですね。そうですね、はい、だから扱える。そうです。わーわーわーわわっていう感じじゃなく、はい、もうどこまでも気持ちよく。そうですね、回せば回すなりにみたいな。これ気持ちいいですね。そうですね。で、ちょっとこうスポーツカー、うん、スポーティーカーじゃなくてスポーツカーなんですって書いてあったぐらいなんで、うん、ものすごく軽やかな感じるかと思ったら、うん、割とこうどっしりしてる。そうですね、全体的に、はい、で車の挙動がすごく穏やか、うん、どっちかっていうとマクラーレンポルシェみたいなちょっとキビキビした、うん、もしかしたらあんのかななんて思ったんですけど、はいはい、多分キビキビした感じって感じ取りづらいですね。多分ないのかもしれないし、ただホイールベース長いんで、うん、こうグランドツアラー的な雰囲気をどちらかというとそっちを感じます、うん、僕に感じます、はい、だからスーパースポーツとか完全なスポーツカーという言い方よりもやっぱりグランドツアラー的に近い感じかな。乗った感じだとそんな感じですね、うん、だからステアリングのこのレスポンスも、うん、適当にこう遊び作ってある感じしますよ。そうですよね、はい、クイッて感じじゃなくて、そう、はい、受け止めやすい、うん、これでも乗れちゃいますね。乗れちゃいます、はいはい、距離乗れちゃいますこれ、うん、全然。そしてこれ中古でちょっと値段落ちないのはでも分かりました、なんとなく、はい、うん、これだって被る車ないっすよ。そうですね、うん、独特っす、うん、なんか根強いファンがいらっしゃるというか、意外とこうグラントゥーリズム乗ってて違う車に行って、いやなんかまた戻りたいなみたいな、うんうん、にしても前期から前期はあれだから、この中期だったり本当後期だったりとかっていう風に戻っていらっしゃる方って結構いますよ。味ありますよ。味ありますよね。そして何といっても音がいいですよ。音、はい、いいっすね。いいっすね、はい、やっぱりちゃんとこの何ですか、常識的な速度でこの音が楽しめる、はい、うん、はい、またフェラーリとかと違う高回転、ね、はい、ちょっとどっちかっていうと高音ですけど、ね、そう、そのさっきツッチ言ってたように音の方が後から来るっていう感覚もあるじゃないですか。ですけど僕はなんとなくもう初老なんでね、このぐらいのこう雰囲気がすごく好きなんですけど、最近の車は車が先に行き過ぎちゃうみたいな。そうなんですよ、音も先に行き過ぎちゃうみたいな、人がついていかないっていう。で電子デバイス任せ、はい、まあ、とりあえずぶつからないようには作ってあるよみたいな感じじゃないですか。なんかそれっていいのかなっていう、否定をするわけじゃなくて、それってじゃあ土方として土方個人として合ってるかなってこう自分に問いただしてみると、なんか違うかなっていう風な時もあります。こういうの乗ってしまうとね、なおさら踏んだら踏んだなりだし、音も加速もブレーキもっていうのが、ハンドルは切ったら切ったなりじゃないですか。確かに今時の車ってそうかもしれないですね、うん、もうなんか静かに速いとか。そうですね、なんかもうスピード感と実際のスピード感と、うん、スピードとスピード感が合ってないみたいな、うんうん、そういう車多いですよね。そう、これそっちの方がある意味恐怖だったり したりもするんで、うんうん、これ乗ってる感ありますね。すごくありますよね。すごく乗ってる感あります、まあ、自分で操作してるんだっていう、このサイズのこのエンジンの車に乗ってるっていう感じはすごくありますね、うん、あ、これ全て納得しました。だから、はいはい、だから内装とかデザインとか、うん、はい、もうこれはこういうもので、そうですね、はい、受け入れると、はい、でちょっと試乗するのに化粧板外して気になったんですけど、うん、やっぱりナンバーが一番低く来ちゃうじゃないですか。そうなんですよ、はい、あれこう当たりやすいっていうのは定番なんですか、うん、定番です。やっぱりだ、だいたいフロントナンバーの下が皆さん曲がってます。ああ、なるほど、はい、しかもロアリングした車なんてもう本当ひどい状態になっちゃいますね。ただ車体はそんなすらないですけど、うんうんうん、ナンバーが本当リップスポイラーみたいな使い方、本当そうです、はい、なるほど、うん、あ、こういう感じですね、はい、ただ、はい、側から想像するように大味ではないんですよ、うん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 、そうですね、うん、だってもうその昔あれですよね、アルファロメオとかと戦ってたわけですからね、うん、そうです、そうです、はい、
割とこう小さな、はい、他から比べたら小さな会社なのに それと対等に戦ってただけある、はいはい、かの有名な北方健三さんも好きなマセラティなんで。あ、そうなんですか。はい、え、ちなみに北方健三さんってあれですか。あっとあとで、あの、Google先生に聞いてください。わかりました、わかりました。多分僕と同世代の方とかは、はい、今のワードでそうだよそうだよ本当ですか、だよねって言ってくれると思います。ちょっと調べます。はい、はい、恥ずかしながらちょっと、はい、存じ上げますね。はい、超恥ずかしいですねわ、これは本当に乗ってる感ありますね。はい、で、はい、今みたいにある程度こう大きな R の高速コーナーで、はい、なんとなくこう意外とこうしっかり回ってくれるっていうイメージになります。そうですね、はい、めんどくさいうんちく言うと、車のねじれっていい意味で感じれるっていうんですかね。今時後ろも前もぴったりにねじれないでクンって曲がってくじゃないですか。そういう性質のものでもない。ゲームみたいなんですよ。ああ、そうです、そうです、はいはい、それがないないですね、はい、うん、本当に最近の車ってゲームですよね。そうですね、はい、グイってこう、うん、これちゃんとなんか車の動きとかいろいろ感じながらこう、うんうんなんか分かるじゃないですか、はい、あーちゃんとロールしてるね、はい、あーなるほど、はい、みたいな。それが気持ちいいんですよこれ。そうですね、はい、でそれがピーキーじゃないですよね。そうなんですよ、ちゃんとこう穏やかにこう、はい、なる感じはあります。受け止めてくれるので、はい、そしてシフトは、うん、そんなに超レスポンスは良くないですけど、はい、操作感がやっぱりすごくいいですね。いいですよね、はい、でもトルコンって考えたら別に普通優秀じゃないですか ね、 すね、はい、全然優秀です、はい、だから本当のクラシックとか、うん、その、まあ、ヤングタイマー的もう間もなくクラシックって入る車だったら礼儀作法大変じゃないですか。乗るまでこれやってあれやってこれ今日のコンディションはどうだとかそういう煩わしさはない。なんとなく現代的な車よりもちょっと古めかしい味を味わって、うんうん、そうですね、はい、なんでファンが多いんでしょうね。あ、ましてこれから それですね。今なんか土方さんの説明すごくしっくりきました。あ、そうですか、はいはい、これからだと思いますよこの車。まだまだある程度こう懐が深くって、うん、そのちょっとクラシックな感じを感じ取れる。そうですね、うんうん、もしかすると車が機械じゃないですか。メカニカルとしての感覚残した車としてはこれ最後かもしれないですね。あ、はい、なんか電子デバイスデジタル化しすぎてて、うんうんうん、ハンドルがあってエンジンがあってブレーキありますアクセルありますっていうのは共通してるけど、その自分の五感にこうなんていうんですか訴えかけるものがあるかっていうとまた違うじゃないですか。確かにそこが中古車市場で価格落ちないのはそこかもしれないですね、うん、だからグラントリズモの人って乗ってるお客様って年齢層高い、あの若い、ね、年いってる、そう関係なく、はい、飛ばす、ギンギン飛ばすっていう感じじゃないですよね、やっぱり。それなりの速度域で、どこの速度域でも楽しんでるっていうか、はいはい、機械としてのその車の楽しさをなんかちょっと再確認みたいな。そうですね、はいはい、あ結構曲がりますね、はい、で分かりやすくないですか。分かりやすいです。戻せば車の動き変わるし、そうですね、切ればまた行くしみたいな、はい、それがすっごい楽しいですよ。またこのピターっていう感じじゃなく、はい、はい、ちょっと車確認しながらこう、あ、そうです、曲がってる感じですね。そう、はい、自分でね操作したなりにしか動いてくれないっていうか、正直に動いてくれるっていう。そして音がどこでも気持ちいいです。気持ちいいっす、はい、ポーンって心地いいよね、はい、なんかこうちゃんと聞こえてて。そうですね、はい、うるさくなく。これもっとなんか多気筒のエンジンみたいな音に感じます。あ、そうですか。 V8 じゃなくてなんかそのぐらいなんか音揃ってますね。ああ、確かに。なんか V10 とかなのかな。あ、そのぐらいのなんか、ね、そうですね、うん、音に感じます。音の揃い方が僕個人的には、うんうん、あとはちょっとあの駐車場で動かす時も言ったんですけど、うん、あの正直レビューするとブレーキがちょっとプアかなっていう感じはしました。そうですね、特に初期制度を、うんうん、まあ、踏み込めばまあ効きますけど、うん、最初のタッチがなんかドイツ車とかとの感覚で踏むと、はい、ちょっとスススって、あのカーボンセラミックのブレーキみたいな、そう、あれちょっとスススス感がありますよね、うん、
なんで信号待ちの時も緩く踏んでると動き出しちゃいます、はい、うん、だからってね、ものすごい動力で踏ん張ってるかって、ね、そういうわけじゃないんですけど、ちょっとした違いです、ちょっと慣れというか、あ、そうですね、はい、そのランレロのレベルだと思います。切り替えてもらえば、そうですね、はい、こんなとこ最高に気持ちいいですよ。こう、あ、そうですね、本当になんかこう確認しながら乗る感じですね。そう、分かりやすいじゃないですか、はい、時間的にはすぐ前に乗ったあの M8 を乗らせていただいた時は、はい、もう勝手にというかもうオンザレールで、はい、ピタッてこう曲がっていく感じですけど、うん、これちゃんとなんか確認しながら、そうです、ね、コーナーの R を確認しながら車のその前後のこの動き確認しながら曲がっていく感じですね、はい、そうです。しかもそれが分かりやすく教えてくれるので、グワっていう、そうですね、効果が持てますよね、はい、じゃあレスカ土方さん的には、うん、なるべく高年式の、うん、まあ、普通のオートマン、はい、で、まあ、内装のコンディションなんかよく見て買うと、うん、はい、いいのが選べるんじゃないかな、ね、と思います、はい、間違いないです。でもちろんその個体はそれがこれ当てはまってるんで、うん、はい、おすすめの1台ということで、そうですね、はい、結構じゃあ初期型ので、うん、距離飛んでてとか、うん、ちょっと雑に扱われてなんていうのも、うん、中古車市場じゃ多いですね。本当にそのあとはこう結構そのあっちこっち直してた板金をしてるとか、そういう車も見受けられます。で一時やっぱりこうマセラティのグランツーリズムがちょっとしたブームというか、うんうん、結構売れたタイミングってあって、うんうん、その時に荒く乗られたかもしれないですね。なるほど、はい、なんでなるべく高年式の方を安定した車を選ばれるのが後々こう泣きを見ないというか、はい、ちょっと付き合っていけるかな。そうです、多分気になる人はその今乗っといた方がいいです。うん、間違いなく。そうですね、そう、繰り返しですけど今後こういう車って出てくるはずがないのでもう無理なんで、ていうかもう終わってますよね。そう、もう終わってるんで。ですよね、はい、だから新車でこの味の車ってもうないですもんね。もうないです。だからもう中古で探すしかないですけど、もうギリギリだと思いますね、全部がね。むしろ2019年までよくこれで作ってたなっていういや、それぐらいなんかこう本当、はい、そうだよね。昔のなんかこう味というか流れを組んだわ、まあ、うん、こう変にこう電子デバイスとかつけて近代化しないで、うん、そうですね、はい、それが大衆車だったらこうくてびれた時にじゃあ廃車でとか、うん、はい、ありますけど。そうですよね、パーツが生きてればバラバラにしてパーツ取りにしてとかってなっちゃいますけど、やっぱこの辺の車はそうはいかないですからね。え、良くも悪くも生き延びちゃいますからね。そうですよね。そうで、やっぱりお世辞にも使い勝手がいいと言えないこのナビが、この大画面、はい、はい、今土はちょっと内装のイメージがいやもうその昨夜の僕のなんかその、うん、これはマセラティっていうこうのを楽しむ車だなっていう風に落ち着いたら、うん、急にここがちょっとこう、うん、内装のイメージに合ってないなっていう。ああ、なるほどね、はい、思っちゃいました。だから逆に、うん、これでもガンガン乗れるなっていう、うん、そうですね、うんお世辞にも純正のナビがいいって言えないじゃないですか、はいはい、そうですね、それはもう出た時から言われてますね、はい、ねひどいっていうかひどすぎます。ちょっと分かるんですよ、はい、もちろん分かります。僕これこそこれがもうめちゃめちゃこう現役で、うん、これだから何年前だろう、モンド入った時はだから10年前は、うん、その電装のボンドプラスにいて、うんうん、まさにそのクアトロポルテとか、うん、もう絶賛ナビを交換、そうですね、はい、グランツーリズモとか、うん、クアトロポルテのナビをもう端からこう交換する作業の真っ只中だったんで、うん、ベントレーとかもやってたしね。そうだよね、確かに。もうとにかく使い勝手が悪いって言ってみんなこぞって交換しましたからね、うん、ただまあ今回のシステムだと純正が丸々残ってるんで究極は元に戻すってできるじゃないですか。そうなんですよ、はい、例えばこれを本当にずっと長くも持っていくっていう時に、うん、まあ、戻してもいいと思うし、はい、はい、そうですね、そういうこともできると、はい、やっぱりオリジナルのね、インパネがいいよ、そうですね、あっていうんであれば戻せますしね、その辺は大丈夫です。
だって知ってます石川さん、クーレーポルシェ用かなんかで、うん、ポルシェがあのクラシック風のフェイスのデッキ出したりしてるんですよね、うんうんうん、知らないです。あるんですよ。わお。もともとアメ車とかってそのクラシックな、うん、クラシックカーってめちゃめちゃ残ってるじゃないですか、はい、アメ車とかって、うん、でもともとその、うん、クラシックの需要がものすごい高いアメリカだと、そのクラシックなデザインの最新ナビとか最新オーディオって結構需要があったんで、うん、あるんですよ実際。でついにポルシェもそのクーレーポルシェ向けかな、まあ、要は古い割と古めの、ポルシェでそのインテリアのイメージ崩さないようにナビを出したんですよ。ツーワンディンだっけな、ツーディンだっけな、ワンディンかな。もう見た目めちゃめちゃクラシックなんですけど、うん、ちゃんと割と最近の中身になってる。で iPhone もつながってみたいな。マジで。マジです。だそういう両立ができつつあるという。いいですね。あ、これスポーツにするとめっちゃレスポンスいいですね。本当ですか。だいぶ変わりますか。だいぶ変わります。はい、高速で押しとくべきでした。そうでしたね。はい。してますね。いい音してますね。これノーマルですよね、マクド。はい、ノーマルですよ。はい。いいなあ。こんな車ないなあ、もう。なんか寂しいよね。そうですね。僕も今そう思いました。はい。まさに今この音を聞きながら、はい。割と新しい目の車が周りに走ってる状況で。うん。いやー、最高の音でしたね。最高ですね、はいはい、もう最初にいろいろ言って本当にすいませんでしたって感じです、はい、全部吹き飛んじゃいました、はい、ちょっとやっぱりこう音って大事ですね。いや大事ですよ、はい、思いました、はい、うんうん、もうちょっといろいろ今市場で、まあ、コンディションもピンからゲームまでかもしれないですけども、まあ、選べるのも、まあ、正直今のうちかもしれませんから。そうですね、はい、だから言ってしまうと本当のクラシックじゃないけどなんとなくこう今の車と違ってこうアナログな感じとこうデジタルが入ってくる間狭間というか、うんうんうん、そのちょうど変わり過渡期の時だったりっていう風に捉えてもらえればすごく面白い車だと思います、うん、もうぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はマセラティグランツーリズモをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。